すわない子きこは、日本のバイオリニスト。東京都出生、出身の1972年生まれ、パリ在住。2歳半の時オンに興味を示したので、両親に連れられ、近所のバイオリン教室を訪れて、バイオリンに触れ、3歳で学び始める。3歳から週1回のレッスンを始め、4歳からは、週2回のレッスンに増やし、小さい時でも毎回のレッスンを楽しみにしていた。 町が私立なる世代中学校、東方女子高等学校音楽科卒業後、東方学園大学ソリストディプロマコースを終了。文化庁芸術家在外派遣研修生として、1991年3月にジュリアード音楽院に留学し、ドロシーディレーに指示した。また、ジュリアード音楽院との単位交換制度を実施しているコロンビア大学では、政治思想し、 政治学を受講した。1995年、ジュリアード音楽院修士課程修了。ベルリン芸術大学には試験入学し2年間学んだ。中学3年生の14歳で、江藤都也に支持していた。中学生の時には、日本学生音楽コンクール、中学生の部で優勝。高校1年生の時、15歳で、日本音楽、コンクールバイオリン部門で優勝。 パガニーニコンクールで2位。1989年日本国際音楽、コンクールバイオリン部門で2位となる。世界三大バイオリンコンクールのエリザベート王妃国際コンクールに17歳で2位。さらにチャイコフスキーコンクールで最年少の18歳で優勝し、注目を浴びる。使用バイオリンはクアダニーニを愛用していたが、1980年にストラディバリウスを とある財団から対応されていた。その後、2000年には、世界三大ストラディバリウスのかつてヤッシャハイフェッツが使用していたドルフィンを日本音楽財団から20年間長期対応されていた。1980年春のチャイコフスキーコンクールから演奏はストラディバリウスを使用していた。2020年10月から米国在住のドクター、リュウジウエノより、 長期対応のグアルネギデルジェズ、チャールズ・リードに変えた。マネジメントは、米国コロンビアアーティスツと契約。レコーディング契約は、ユニバーサルミュージック参加のデッカミュージックグループとインターナショナルアーティストとして、専属契約を結んでいる。フランス・パリを演奏活動の拠点としている。録音は主にヨーロッパで行っている。1999年、サントリーホールで、 クシシュトフペンデレツキのバイオリン競奏曲第2番メタモルフォーゼンを作曲者の指揮で日本初演。2004年石川県立音楽堂コンサートホールでジュリアード音楽院の同期生レイラーウェルバッハのバイオリン競奏曲第2番を世界初演。2007年ルゼルン音楽祭でペーター・エトベシュのバイオリン競奏曲セブンをピエール・ブーレーズの指揮で世界初演。 同局は2008年9月には作曲者へとべ主式で NHK 交響楽団と日本初演し、その後ブダペスト、ベルリン、ロンドンの世界各地で初演した。2011年7月11日所属事務所を通じて2011年3月に東京国税局に約7000万円の修正申告を行っていたと発表した。申告漏れの総額は 約9000万円と報道された。2012年、2015年、エリザベート王妃国際コンクールの審査員を務めた。2018年、ロンティボー国際コンクール、2019年、チャイコフスキー国際コンクールバイオリン部門審査員を務めた。2013年2月、国際音楽祭、日本2013横浜仙台を企画。芸術監督を務める。 2020年の3月には芸術監督を務める国際音楽祭日本2020が東京で行われる予定であったが新型コロナウイルス感染症のパンデミックのため中止された。2021年2月9日から2月16日に国際音楽祭日本2020が振り替え公演として東京、名古屋市、岩手県釜石市で実施される。ありがとうございます。